カメラを使えるようになった、まあ、カクカクしてかじか皆さんそれなりにカメラ使えると思うんですけど、カメラって光を記録する道具、光は使えるようになってるか、カメラを使える、そして光も使えるってなるとできることっていろいろ増えるわけですね。それが人物なのか物なのか、仕事にしていく上ではどうしても条件が悪条件なって光を自分で作らなくちゃいけないっていうことがあると思うんですね。そうなんだよね、ちょっとライティング苦手なんだよねっていう、そこのあなた、今日の動画見てみてください。そして今日の動画見てみて、自分もこういう風にやってみたいなと思ったら、鈴木真の写真が上手くなっちゃうワークショップ、ライティング10月12、4、とにかく来週からまだ間に合う、電球1個で影を操られるスペシャリストになってしまいましょう。ということで、どうぞ。1年写真道場、鈴木真の写真道場。本日は東京都大井町よりお送りしております。今日はワークショップに参加してくださっている小島さんのスタジオに伺って、何かアップデートできることがあったらいいよね企画、全国のスタジオに伺う企画でございます。こちら大井町駅前の非常に独特なキュリアン、キュリアンに来ております。これだ、大井町フォトスタジオ。こんにちは。ああ、こんにちは。ですね、何なんですかここ。の会館なんです、うん、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、小島きみこです。はい、大井町フォトスタジオでカメラマンのやっております。はい、お邪魔したいと思います。あ、こういう感じなんですね。そうなんです。これは面白い。なるほど。サンデにも、うん、照明がつくんですけど、はい、つかない方がなんかできるぞってことですね。原稿のままで。これはめっちゃ面白いでしょ。これは使えるでしょ。普段はこの光を出してどういう撮影してるんですか。普段は向こう側ばっかりを使ってます。でストロボを使った撮影をしてますけど、うん、あ、自然光じゃなくて。はい、でもこの前から自然光を使って、こちらとかを取り入れて、テストをやってみたりしてます。はい、ちょっとあれですね、今までのお写真見てもいいですか。ああ、確かにね。なるほどね。じゃああれですね、自然光をやっぱりなんかできた方がいいですかね、せっかくだったら。そうですね、でも天気によって、うん、今夏だったら結構午前中は光差し込んできたりしますが、はい、北向きになってるんで、うん、まあ窓は大きいけど直射は入ってこない。入ってこない方がいいじゃないですか。単純に一回白背景をこういろんなところに立てて、どういう光になるかっていうチェックをしてみてもいいかもですね。場所場所で窓変わんないじゃないですか、窓の位置は。だけどってことは人物の位置を変えてどうなるかっていうのを見れると、あとはそれをカラー背景に変えるのか、なんか補助を打つのかみたいな感じの考え方でいけると思うんで。こんだけ高いからね、後ろに行ってもこれがどうなのかなっていう、逆にこれない方が表現力が上がるような気もするんですよ。あ、わかんない、あのなかなかこういう高い窓ないんで、ちょうど切れちゃってるじゃないですか、窓が上から来るの。ここにスタジオを作るっていう経緯はどういう経緯なんですか。あ、経緯は、まあ、ここはもともと喫茶店だったんですね。あ、そうなんですか。へえ。で、まあちょっといろいろあって、こんだけスペースがあったら写真撮れるんじゃないかっていう話から、うん、すぐも変更して、じゃあ写真スタジオにしようっていうこと で、でまだ全然知識もないし、写真館をどうやってやったらいいかもわからないので、うんうん、いろんなところを見て見よう見まねで始めたんですけど、うん、ちょっとじゃあ僕が撮ろう一回。はい、じゃあたくみくん、いい、ちょっとちょっといい、協力してもらっても。まずこの光でしょ、そこで行きましょう。ちょっとあのたくみくんの取材だと仮定して行ってみたいと思います。お願いします。じゃあそこにおかけください。正面を、これだと結構影が落ちちゃうんだね。もうちょっとあれかな、体ちょっとこっちに振ります。はい、一回その方ね。普通に光綺麗だよね。
そうですね。別にこう向き次第っていう感じかな。もっとこっち向いちゃおう。体も横に。で、お顔も窓の方向いちゃいます。深呼吸。で、少し顎引きたい。うん。横向くと。これで、はい、これのいいところは、はい、ヒストグラムで見ると、はい、白背景とはいえかなり緩いカーブなんですよ、はい、結構なだらかだから、うん、こう全体的にあるじゃないですか、はい、白は多いにせよ。そうするとプリセットかけやすいんですよね。例えばコダックのなんちゃらみたいなの入れてあげれば、これトライ X とか TMAX、うん、まあ、これ現存の仕方いろいろなんですけど、はい、こういう感じでトーンをつけた時にグレーの部分が多いから乗っかりやすいんですよ、うん、なんでグレーの部分がたくさん出るかっていうと光がまんべんなく来るから陰影がつきづらいじゃないですか、はい、でもこんだけ大きいライトってスタジオで自然光のバウンスしようとしたらこの面反射させるって不可能ですよね、はい、そういう意味ではここって自然光が入ってくるのめちゃくちゃリッチなんですよ。だからなんかこれを一個使えちゃった方が、うん、あでしかも北向きだから直射が入ってこないで安定してるんですよね。これ背景もうちょっと濃いのあります。あそれ黒になります。そのグリーンでいきましょう。モノクロにしちゃうから、はい、もう一回いきます。そしたらそのさ姿勢の悪さを生かしてこれでさあのちょっとこう肘つくぐらい、あそれでいこう。あここ聞くじゃん今のやってみて。そのぐらい、そのぐらいでいい。もっとお顔窓の方に。もっと、これでさ、だんだんうずくまるっつうか、で、学校でつまんない授業を受けてるような感じで、そろそろ寝よっかな、みたいな動きにするとどうなっていく？もうちょい目線だけ左に。左、左。そう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 。あ、いいよいいよいいよ。もう少しだけ目線、とか、顎を上げたい。うんうん。はい、OK。ありがとう。もっとあのさっき白がこうグンってなってたんですけど、はい、これもっと濃度落ちてるんで、はい、これモノクロにすると人物も目立つようになってくるんですよね、うん、このグラデーションが綺麗な。あ、それお願いしますこれさあの T シャツ脱げる？はい、うん、それで今の嫌な時は嫌だって言ってね。大丈夫です。ここでまたちょっと小さくなってみてほしいんだよね。手送っちゃってもいいよ。あ、そう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 。綺麗。これでもうちょいさ、口よが見えるようにしてほしい。じゃあ夏休みのここが辛いよ、お願いします。結局休みじゃないっていうね。はい、OK、ありがとう。こんな感じで。すごい。綺麗。綺麗だね。わーだよね。カラーでもかっこいいね。これで、そうですね。こういう、うん、フィルムみたいですよね。うん、だからね、すげえリッチなんだと思いますよ、これ。うん、あ、今度じゃあちょっと色かなんか変えてみましょうか、状況。これがいい。この赤がいい。これにしよう、次。横に座るとどう？うん。これで背景刺しちゃってください。これちょっとさ、軽く腕を組む、なんかね、組むっていうよりは休ませる。あ、うんうん。で、自分の手元を、はい。もうちょいこれで目だけこっち見るとどう？はい、OK。これもかっこいいんじゃないですか。なだらかでいろいろ反射してくるから、はい、光じゃない方を見ててもある程度見えるじゃないですか。だから幅広い背景紙で、はい、もっと奥行きつけてあげたら、はい、もっとリッチになりますよ。そうですね、ちょっとじゃあ違う、うん、でもこれ、うん、あれ出してもらって、はい、今度フロントでやってみます。はい、これであそこの真ん中に立ってみよう。こんなんかいっちゃう？もっといけますよ。やばっ、これすげえな。ちょっと借りたいかも、このスタジオ。借りてください。こんな弾けんの？自然光で。このね、絵がリッチですよ。たくみくん、もうちょっと前に来てください。うん。いい、足元見てんのいい。うん。で、目だけこっち。ちょっと体振っちゃおう。真横ぐらい向いちゃっていい。
お、いいよ。もっと足元見せよ、しっかり。これで正面も一回向け、あ、後ろ欲しいね。背中。なんかあれですね。背中が若いね。これでちょっと振り返りたい。片目で、そう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 。もうちょいこっち来たい。いよいよいよ、綺麗。はい。今度座っちゃいたいな。そのまま地べたに座っちゃおう。あとはこっち見せて。そう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 。カップラーメンで好きな味は？カレーもなかなか良くない？うん。食べ終わってスープが残るじゃん。そこにご飯を入れたことは？あ、ないです。入れてみたいと思ったことは？今言われてやってみたいな。本当に思った？あ、ついちゃった。はい。OK、OK、OK。ありがとうございます。上着くとあれですね。だいぶ変わっちゃいますね。そうなんですよ。うん、なるほど。いや、いろいろできるんじゃないですか。そうですか。嬉しい。引きがあるのに、自然光の高さがあるっていう。この関係とこの関係って、はい、イコールじゃないと、はい、奥行き活かせないんですよね。これが下がってきちゃうと、はい、奥に行く前で光が終わっちゃうから、あ、角度的に、はい、でもあそこまであったらこの空間の奥まで光がちゃんと行くから、はい、まあ、これみたいに、はい、どんなに奥に行っても、はい、全身になっても、はい、ちゃんと光が行き渡ってるんですよね。うん、これはないです。こんなスタジオないです。え、そうですか。うん、いや、結構ここ来る方みんななんかデメリット的なことをしかなんか言ってくださらないから、うん、なんか使いづらそうだねとか。まあ、そういうやつらはシーフードカップヌードルにご飯入れた方がいいですよ。こういうのでマイルドなヒストグラムっていうことと、はい、引きがある、はい、高さがあるっていうことで、何でもかっこいいからかっこよくなっちゃうね。フィルム時代を生きたからこそ、このフィルムのプリセットと自然光っていう組み合わせで、これ粒子も載せられるんですよ。こうで、こんな感じがいい。これ本当は逆算しないといけなくて、はい、このプリセットにするのにこんぐらいのコントラスト感がいいよなっていうか、濃度のバランスがいいよなっていうのを見てあげるとよくて、でこの状態から濃度と人物のバランスが結構はっきりしてるじゃないですか、はい、これでモノクロにしてあげるといい感じになるんですよね。だからカラーで見てるんだけど頭の中はモノクロになってるとか、あとは濃度の分布をちゃんと見とけば、プリセットを当ててあげると劇的に変化する。カラーでもいいし、この処理をこれにまんま今やったやつを持ってくるとこういう感じなんですよ。背景の色と場所で全然変わるんですよね。そうですね、うん、でもこれって同じ光なんですよ。あ、なんかすごい、こんな撮り方はしたことなかったんだよ、うんうん、これね、省エネかつハイクオリティですね。でコスパもいい。まさにこういうスタジオってあれなんですよ。アーウィング・ペンとか、そうですね、ナダールとか、ああいう人たちってこういう自然光でやってたんですか、うん、あのアパルトマン、アパートの一番上みたいなところで、はいはい、それがね、ここは再現できるっていう、そうそうそう、大井町にいて、その発想はちょっと なかったというか、こんなできるんだってちょっと感激ですね、うん、あと、うん、段階で考えるんだったら、うん、これが可動でこっちまで遮光できたら最高でしょうね。うん、でもいいんじゃないですかこれ。これいいよ、ほら脱いだだけだよ。濃度落とせば、おお、うん、このぐらい。いや、こんな撮れるなんて感激。うん、振り幅広いですね。あえて露出落としても、はい、影が乗っかってこないんで、普通こんな感じじゃないですか、はい、だけどこう重くしても暗くてフラットな、うんうん、トーンにもできる。新鮮すぎてここでこんなことができたんだっていうのが一番リッチっすよこれ。うん、この時距離を取るメリットって、はい、別にこれって70ミリでもこの辺から取れるじゃないですか、はい、遠くして100何十ミリでこれ取るのって絵作りがリッチなんですよね、うん、だから引きがあるとレンズの選択肢が増えるんですよ。望遠側の100ミリでこれを取れるってなかなかないんですよね、うん、こんなに余裕がある。もうちょっと
レンズが短くなっちゃうんですけど、100mm だと遠近感なくできるんで、人間の体の奥と手前にも、これで横位置もいけるじゃないですか、ここ、はい、で皆さんが普通に座ってるとか立ってるっていうのを別に表情出てなくても撮っただけでもこういう感じで記念写真撮れちゃうんですよ。別にサイドを戻してあげたら、これちょっと赤を抜いてあげるとか、カラーエディターっていうのを触れば背景色だけ逃げれるんですよ。明るさ、この紫系の明るさを変えたりとか、人物関係なく、はい、それで背景色をちょっとサイドを落としてあげて落ち着かせてもいいし、うん、逆に全体のサイド、画面全体のサイドを落としてあげて、ちょっとカラーとモノクロの間みたいなのをしてあげてもいいし、あともしもっとフィルムっぽくしたかったら、フィルム粒子っていうのでこの粒子の大きさ選べるんですよ。この細かいやつから大きい粒子のサイズをまず選ぶんですね、はい、分かりやすいようにちょっとこっちの大きいやつ選ぶんですけど、この今拡大してみると、これでこのインパクトを上げてあげるとこう粒子が出てくるんですよ、はい、倍率とノイズの大きさって変わってくるんですけど、それを任意に変えられちゃうんで、こう荒らしたかったらこういう感じで荒らしてあげると、あのフィルムっぽさっていうのを上げられるんで、縦のラインで粒子の大きさ選んでインパクトでこの量をコントロールするっていうのも手です。はい、これだけでもだいぶ柔らかくなるんで、はい、フィルム粒子とカラーエディターがここでは有効なツールじゃないですかね。はい、こういう感じで粒子足してあげると、なんか 35mm で撮ったみたいな、うん、そうですね。でもっと減らしたい場合はここをファイングレインとかにして、こっちのパラメータ上げてあげないと出ないんですけど、そもそも粒がちっちゃいんであんまりノイズ感ないんですよね。どのぐらいの大きさの画面で見るかでここ決めてあげられると。あと全体的に光が回りがちなんで、ちょっとこういう広い絵でもっとこの辺落としたいなっていう時には、このビネットっていう周りをちょっと落としてあげると真ん中に目がいくんで、安いレンズ使うと周辺が暗く落ちちゃうんですよ、古いやつとか。ビネットでそういうアンティーク感出して、粒子を大きくしてフィルムの感じ出して、カラーエディターで退色させてっていうのを組み合わせると、よりデジタルっぽくないと、デジタルの力なんですけど、デジタルっぽさ減らしてあげられます。でもあれですね、入力の時のこの光と濃度の分布をちゃんと設計してあげてるから、こうやって後でいろいろできるんですけど、はい、背景紙の色間違ったりとか光と影の分布を間違っちゃうと、うん、もっとぐちゃぐちゃとなっちゃうと思うんで、まあ、ちょっといろいろ試しながら、はい、お決まりのここが自分的にはこの時間帯のここでこの色の背景で撮るのが自分的にはお気に入りみたいなのを見つけてって、それをこう一個レシピにしていくといいんじゃないですかね。はい、こっちで撮ってもこっちでも撮っても大丈夫だから、多分どっちで撮っても大丈夫です。これはサイドじゃないですか、光が、はいはい、でこっちはフロントじゃないですか、はい、あと何かあれありますか。あとですね、ちょっとそれを見て思い出したんですけど、うん、ちょっと好きな写真家がいて、それにちょっと今似たような感じでどうかなと思って、うんうん、パウロ・ド・ベルシ好きなんですけど、うん、あ、はいはいはい、これを見て今思い出して、いいですよね、うん、ちょっと似た感じなんで、このフラットな感じ、うんうん、自然光ですよね。これは違うんじゃない、違いますかね。これスタジオでやんないとこの状況を維持するのは何人も撮ってるじゃないですか、はい、もうその時点でスタジオな気がするんですよね、うん、なんでかっていうと影がこの周囲に全部出てるじゃないですか、はい、ってことはこう人物がいたらこういう風に光が来てるから全部に出るんですよ、うんうん、こう来るって自然光であんまなくって、自然光ってこう高いところから、太陽高いところから来るから窓をこういう風に設置しても光ってこういう風に入ってくるんですよ、はい、だけどこれってこういってるからその時点で自然光の設理に合致しない、極めてライティングした光だからこういう脱いでるんだけど生々しくないんでしょうね、絵みたいになっちゃってて、これを再現するっていうよりはこれみたいなものをここでやるとしたら何ができるのかって考えた方がいいかもしれないですね。これやってみたらいいんじゃないですか、白バック。白あるんですか、ね、ありますあります、今かかってますね、見てみます、やってみます、
はい、すぐできちゃうと思うから。あ、でもあれついちゃってるからどうでしょう。まあまあまあなんとなくは分かると思うんで、これでもっと奥に行っています。結構ギリギリ前ぐらい、はい、あ、これっぽいですよ。今度逆に結構前に来てみてください。はい、ありがとうございます。これ距離違い、背景までの距離でちょっとバラバラになっちゃいましたけど、これが最初の真ん中ぐらい奥手前なんですよ。こっからどうやって持っていくかなんですけど、背景に近い方が白が綺麗に飛ぶんじゃないですか、うん、濃度が近いから。あ、そうですね、うん、あとはここでハイライトどれぐらい出すか、うん、もっとコントラスト上げたかったらブラックっていうところ下げてあげると黒だけ締まるんです。そうするとこういうパリッとした絵にすることもできる、うん、でちょっとあれと完全にイコールなわけじゃないんですけど、うん、例えばこれにさっきのフィルム粒子みたいなのを乗っけてってあげるとこういう、このキャッチの入り方はさっきの写真に似てます。こうやるとちょっと白で抜けすぎちゃってる感じがするんで、うん、僕はこっちの方が雰囲気は、そうですね、そっちはそっちで、そう、うん、うん、え、すごい新鮮、こういう撮り方本当したことなかったので、うん、もう必ず何かしらのストロボを使ってっていう風なことしかやってこなかったので、うん、むしろ使わなくていいのがここの強みだと思います僕ここで働きたいですね。本当にここが自分のスタジオになったらどんなに楽なことかって。今まで20年ぐらいフォトグラファーでいろんなスタジオ見てきましたけど、これはないっすよ。ああ、そうでしょうね、うん、なんかイベントやっていいっすか。え、どうぞどうぞ、ね、ちょっとなんかいい風になんかやりたいな、うん、ということで、鈴木真の写真が上手くなっちゃうワークショップの、超写真館ではこのようにですね、参加している方の撮影場所に伺ってアップデートするということをやっています。写真館みたいな撮影をしてみたいという方は、写真が上手くなっちゃうワークショップ写真館概要欄よりご覧になってください。次回は10月からですかね、ワークショップ始まります。鈴木真の写真道場、鈴木真の写真学校では、たったの3ヶ月で写真がめきめき上手くなっちゃうオンラインワークショップをご用意しております。いろんな写真集を読み解き、自分らしい作品を作るベーシッククラス、そして自分も鈴木真写真館みたいな写真を撮りたいという方には、写真館クラス鈴木真の写真学校オンラインストアをぜひチェックしてみてください。鈴木真の写真道場に行ってらっしゃい。もっと写真のことを本気で勉強したいあなたのために、 YouTube メンバーシップがリニューアルしました。イエス！動画の先行公開と鈴木真の本音ラジオとデタッチメイキング全てをご覧になっていただけるライト、 YouTube に投稿されてない裏側全てを見れちゃうレフトじゃなくてスタンダード、鈴木真のワークショップ全てがご覧になっていただけるプロ、あなたの写真の歩きに合わせてぜひ選んでみてください。鈴木真の写真道場 YouTube メンバーシップに行ってらっしゃい。鈴木真の写真学校では、皆さんの撮影にまつわる疑問を解決する書籍をご用意しております。写真が上手くなっちゃう7のことでは、皆さんからいただいた質問をベースに7つのポイントを押さえれば、うまく伝わる写真の撮影の仕方、見せ方、理解できる本になっております。鈴木真の撮影ノート、こんな写真やこんな写真の撮影のセッティング、機材のことを具体的に知ることができる手元、そしてなぜそうしたかのコラムをご覧になっていただきます。そして鈴木真写真館の作り方、今まで4万6000名を撮影してきた鈴木真写真館がどのような撮影方法を、そしてどのようなコミュニケーションをとっているのかを全て公開している大変貴重な本です。もっと具体的な内容を知りたいあなたには、 YouTube 写真集、なんと撮影したローデータ、現像した JPEG、 そしてセブンイレブンに持っていけばこんな写真集がプリントアウトできてしまう PDF データがついています。すべてオンラインストアに、鈴木真の写真学校ぜひご覧になってみてください。